ゼロフィニッシュ。はい、皆さんこんにちは。車の大戦閣下シヌピーです。今回は8月29日から31日の3日間、幕張メッセで開催されていた DIY ショーのちょっと映像をお届けしたいなと。で、皆さん多分その YouTube ライブ見てたかな、まあその動画としても残っているので、まあ知ってる人も多いと思うんですが、まあトークショーをやったり、まあその他にまあいろんな工具を見たり、まあ撮影をしたりとか、まあちょいちょいやったので、もし時間があれば見ていただきたいなと思います。そしたら VTR どうぞ。今回で55回目となるジャパン DIY ホームセンターショーは、 DIY ホームセンターに関する幅広い商品を集めた展示会になります。なのでこういったね、キャンプ用品や奥に見える電動工具なども多数展示されていました。で、この後にマキタの高圧洗浄機が登場するんだけども、これはねすごい、まあ、威力もあって、これはね個人的に欲しい。で、他にはこういったホースヘッド、これはねワンタッチでジェットだったり拡散などいろいろ変えられるタイプで、これは高木ブースですね。ここにもねポータブル高圧洗浄機が置いてあって、右側のやつはまだ販売もされていないプロトタイプ、最大突出水量が毎分 3.5リッター、これもねパワフルでね、ちょっとね使ってみたいと思っています。で、もちろん洗車用品のメーカーさんも多数出展していました。で、これはホルツのブースです。で、ここに展示されている車両は僕の動画に出てくる僕の BMW ミニです。で、ここではミト操樹脂を復活させるブラックショックなど R5 シリーズを実演していました。R5 シリーズ気になる方は過去の動画をぜひ見てください。で、他にもコーティング剤やエンジンオイルなど車関係のものも多数展示されていたので、すごい面白かったです。で、メインはシュワラスターブースで行われたトークショー。ここでは洗車事情だったり、あとおすすめのシュワラスター製品だったり、まあいろいろお話しさせていただきました、はい、よろしくお願いいたします。それではですね、シノピーさんのプロフィールご紹介いたしますので、まずは椅子におかけください。ちょうどこの時はね、一番最初で椅子に座ろうとしたら倒れそうになったんですね。緊張してらっしゃいますね。めちゃめちゃ緊張してますね。これこういうトークショーとか、はい、まあ、やったことないので。そうなんですか。普段は僕は一人でカメラと話しているので、まあこういうふうにね人前で話すのは慣れていないんだなって、すごいねこれ話しながら実感していました。信号待ちの時はもう足をもう押さえながら、手で押さえて、それぐらい緊張するので。私自身普段車を実は運転していまして、でちょっと車の傷がついたりとか、で司会の方が僕の動画を以前に見ていてくれたみたいで、まあそのお話とかもこの打ち合わせの時にもねちょっとさせていただいて、まあ、結構ね早めに打ち解けることができました。ご一緒すると、ああ見たことある、どうしようみたいな。で、あのシノピーさんご自身本当にいろんな種類 の商品いろいろこう使われていらっしゃるんですけど、特にこう皆さんにおすすめのシュワラスター、はい、推しのアイテム、まあ、実はねここにもね既にありますけど、はい、そうですね、はい、シュワラスターのイベントだったのでおすすめの商品を聞かれたんですが、僕はね正直にタオルって言っちゃいました。このねマイクロファイバークロスはね本当におすすめ、まあ、真っ白だし、なんか厚みもある、なんかもうすごい使いやすいので、まあ、使ったことない方はちょっと使ってみてください。当日はじゃんけん大会などもあって、まあ、いろんな方とお話しすることができました。そしてもう一方、段取りがね分かってないのでめちゃめちゃわちゃわちゃしてます。中にはいつも見てますなんて言ってくれる人もいて、まあ、本当パワーをもらいました。動画頑張ります。ぜひこれから見てください。じゃあどちらがよろしいでしょうか。僕の方が素晴らしい、面白いですね。どちらが会いに来てくれて本当ありがとうございます。普段からご覧になっているということ、ありがとう。名前とかはねちょっと聞けなかったんですが、まあ、すごい嬉しかったです。ぜひ皆さん車の大戦閣下シノピーさんのチャンネルもチェックしてください。よろしくお願いします、はい、僕の出番は2日連続でありました。ありがたいですね。ください。
でも2日連続でやっても慣れないね。めちゃめちゃ緊張してます。一晩経ってリセットされたみたいな。そうですね、全然慣れない。顔固びっくりしました。あのちなみに今まで何種類ぐらいを試されたか分かりますか。はい、ただこの時にあの質問されたのが、まあ、洗車用品どれぐらい過去に使ったんですかっていう話で、まあ、どれぐらい使ったんだろうね。僕でもちょっとよく覚えてないんだけども、まあ、使ってないものもまだたくさんあって、でも100、200になるのかな、分かりません。ネットショッピングが普及して、その洗車用品をどこでも簡単に買えるっていう形なので、まあその何が入ってるかわからない、成分表も書かれてない洗車用品もあったりして、で、まあ、その洗車用品って結構まあ薬品に近い、なので、まあその人によっては肌荒れとかしたりとか、そういう人的被害もあるので、まあ、その車への影響っていうよりはその体への影響を気を使って、まあ、その大手メーカーさんだったり、あと量販店、そういうところで購入するのが一番いいのかなと思いますね。全身っていうか僕もまあその背中だったり、あと手首、あの動画で映らない場所、結構皮膚炎みたいな感じになっていて、まあ、分かるところで言うと、あの右側の首の部分、これね、あの結構コメントでキスマークですかみたいなことを言われるんですが、これとかももうその皮膚炎になって、まあ皮膚科にも行ったりしたんだけど、まだちょっと治りきらない。なので皆さんもね、その道具選びっていうのは十分気をつけた方がいいと思います。身をもって体験して、それをあの YouTube でご紹介されてるということで、はい、そうですね。おめでとうございます。あ、いつも見てます、ありがとうございます。あのシノピーさんの YouTube チャンネル、車の大辞典カカカ CACACA、 こちらで検索していただいて、ぜひね、はい、今後も動画チェックしていただければと思います。はい、さあ、では本日のゲスト、車の大辞典カカカシノピーさんに大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回は DIY ショーに行ってきましたよっていう動画なんだけども、まあ、この DIY ショー僕去年も行ってます。で、その時に今あの洗車の時に使ってる靴、これ動画でね、ちょいちょい何を使ってるんですかって聞かれるんだけども、あれも去年 DIY ショーに行って見つけてきたもの、なんかクロックスの穴が開いてないバージョンっていうのかな、なのでまあ丸1年使ってる。だからまあ、ああいったね、アイテムだったり、あとは溶接機のメーカーさんが、まあ、体験会をやってたり、まあ、溶接じゃなくてもなんか木を切ったりとか、そういうね、ものづくり体験みたいのを、まあ、いろんなところでやっているので、まあ、家族とかで来たらまた面白いと思います。家族っていうかね、まあ、DIY が好きな方はすごいおすすめできるイベントなので、まあ、今回はもう終わっちゃったんだけども、来年になるのかな、56回目の DIY ショー、気になる方はぜひ足を運んでみてください。それとトークショー、トークショーはすごいね、緊張したね、やっぱり緊張しました。いつもね、こうカメラと1対1でね喋ってるから、ちょっとああいう風にね人前で話すことがないけど、やっぱねすごいいい経験だったと思うし、で実際にね動画を見てる人がねこう来てくれたっていうこともすごい嬉しかったです。で、あのトークショーは僕だけではなく、たくさんの方が出演されていました。で、皆さんのその URL、まあ、YouTube だったり Instagram とか、その辺の URL は概要欄に貼っておくので、皆さんよかったらぜひチェックしてみてください。で、最後にこんな人とコラボしたので、そちらもご覧ください。はい、皆さんこんにちは、車の大辞典カカカシノピーです。実はちょっとここ今モザイクかかっているんですが、レッドさんに来てもらっています。超有名人、もう車系のもう YouTuber で言ったらもうトップですよ、もう日本のトップ。はい、皆さんどうもこんにちは、レッドメモリーのレッドです。知らない方はね、ぜひレッドメモリーで検索をお願いいたします。多分おそらくもう皆さん全員見たことある、そんなね、もうレッドさんに来てもらって、レッドさんって言ったらやっぱ DIY でいろいろ車をいじってると思うんですが、今いじってるシルビアの最大のそのポイント、ここ見てくれみたいな、そのこの動画は結構大変だったなっていうのが何かあればちょっと教えてもらいたいなと。おすすめの動画的な感じで、僕はやっぱ洗車系とかもよくするんで、ボディにワックスとかコーティング剤をかけることが多いんですよね。で、今まではボディにそのバイナルグラフィックっていって、イラストのでっかいデカールステッカーを貼ってたんですけど、やっぱステッカーってどうしても4、5年とか経つとひび割れたりとか色あせたりとかでボロボロになっちゃうんですよ。で、それが嫌で、その自分が
作ったデカールを丸々塗装で描いて、でなおかつ段差をなくしてファイナルと同じデザインなんだけど、ワックスをかけてもその段差がないから詰まらないっていうのが見どころですね。最近ので言えば僕もその動画を見させてもらったんですが、まあ、正直今ちょっともうレッドさんがちょっとレベル高すぎて、ちょっとファイナルがもう何かなんだかちょっと今正直分かっていない状態なので、ちょっともう少しちょっとレッドさんの動画を見て勉強しようかなと思います。レッドさん、まあ、チャンネル登録者数めちゃめちゃいると思うんですが、まだされてない方はもしよかったら概要欄にリンク貼っておくのでチャンネル登録お願いします。それではまた来週。